ああ、頭がガンガンする。でもようやく酔いも覚めたわ。本当にもうお酒はこりごりですわ。ねえ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 、それよりさ、せっかくみんなで集まったんだからさ、もっと建設的なこと考えましょうよ。例えばまた今度このメンバーでドラマをやるとしたら、どんなのやりたい？まあ主役は永久に俺がやるとしてだな。そんなのずるい。そうとも、大体主役は俺様だぞ。俺だってば。はい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 、私はさ、もうやりたいこと決まってるんだ。どうせカフェオレお姉様のことだから、前みたいにアイドル伝説レースカーをやるって言うんでしょ。甘い甘いわ。やっぱり赤飯前の小娘の考えることは白いわね。なによ今回こそは完璧な企画、アイドル天使ようこそレースカーよ。大して変わらんみゃん。はい、私レスカです。アイドルって私よくわかりません。だけど歌うのは好きです。みんな私の歌聞いて元気になってください。曲は世界征服です。はい、それじゃあストップストップストップ、曲が違う。あー何よ何よ、いきなり。レスカ破れたり。え、良いか、あのようこそようこはダジャレ的センスが冴え渡っておしゃれなタイトルになっておるのだ。したがってようこそレスカでは語呂が悪い。なるほどじゃん。つまりお前の場合はレズってレスカーが語呂がぴったりなナイスなタイトルなのだ。あ、セントハラハラ女学園、神秘的な森の奥にある女だけの学園。今この美しい園で禁断の愛が花開こうとしていた。レスカよ、お前は愛の果てに何を見るのか。レスカお姉様。ミルク、あなたのお気持ちは嬉しいけれど、私は。なぜ、なぜなの。私はお姉様が好き、この気持ちは嘘じゃないわ。それを素直に言ってないじゃいけないの。ミルク、レスカお姉様好き。ミルク、私も。やってられんか、こんなもん。ちょっと、なんで私がミルクとレズらなきゃなんないのよ。そうかな、結構様になってたけどな。ラムネスのスケベ。ミルクはどんな物語がやりたいんだみゃ。へえ、私はそう。今日はラムネスと一緒に村祭りにやってきたの。ラムネスったら金魚すくいだヨーヨー釣りだってはいしゃいしゃって、まるで小さな子供みたいだけど、そのうちにラムネスはちょっととか言って私を神社の裏に連れてきたの。このまま行くとどんどん人のいないところに行っちゃって。あ、もしかして。そうよ、間違いないわ。ラムネスたらこれを狙っていたのよ。とうとう今日私ラムネスと結ばれるのね。でも少し怖い、うん、こんな時怖がってちゃいけないわ。ラムネスたら本当に子供みたいなところあるから、私がリードするくらいの気持ちでいなきゃ。そうよ、やるわラムネス。私絶対に後悔しないから。さあラムネス。ビルクさん。あ、はい。ビルクさん。はい。好きだー。ラムネス、もっと優しくして。いい加減にしろ。ちょっとちょっと、なんなのよ。志村けんの大丈夫だーで使ってるギャグかと思ったらモロじゃないの。前にも言いましたように、まだあなたたちの年齢では早すぎます。うん、もうなんだかんだ言ったってミルクだって結構エッチじゃん。いや、そのなんとなく興味はあって。うん、ココアはどんなドラマがやりたいみゃ。え、私ですか。私はファミリードラマなんかいいかと。ファミリードラマ。
じゃん。これこれ、みんな早くしないと学校に遅れますよ。はーい。ココアちゃん、ココアさん、ちょっと仏壇に手を合わせていきんしゃい。はー、生デブデブ。あ、はい、お母様。うん、ココアさん、ココアさん、めしゃまだかの。わしゃ、腹が減って、腹が減って。嫌ですわ、おじいちゃん。おじいちゃん、朝ごはんさっき食べたばかりでしょ。うん、そうじゃったかいの。どこでお母さん、めしゃまだかの。あらら。あなた、あなた、起きてくださいまし。うん、あなた、あなた、起きてくださいまし。もう少し眠らせてくれよ、ここ。ダメです。会社に遅刻してしまいます。あ、ここ。ダメです、あなた。こんな朝っぱら。猛烈に熱血してるんだ、ここは。ちょっと、あなた、ダメよ、ちょ、あ、ここは。やめ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 。でも、これのどこがファミリードラマなのよ。途中からエッチなドラマになってるじゃないの。なんと申しましょうか、ファミリーの基本はまず夫婦生活からと昔から申しますし。お姉さまも意外とスケベだったのね。